はい、今日はちょっとこの辺を下のあのなんだっけコルクマット、うん、張り替えます。張り替え DIY ということでこれ買いました。新しいやつね。同じやつ多分同じやつ。前回買ってから1年ぐらいでもう見てこの下とかさボロボロじゃない。なんか色ももっと明るかった気がするんだよな。ほらこの辺さ、うん、あのウルとかマナにやられてんの。やめてしゃお前のじゃないぞ。まずは全部下を剥がしていきます。ガジガジしないで、お腹壊すよ。もう回収するぞ。あ、だいぶ下汚れてんな。じゃん。回収です。回収です。回収です。だから言ったじゃん。衣はじゃあハウスしててもらうか。全然厚みが違うわ。面白なんでしょ。だからカリカリしないで。めっちゃ綺麗じゃん。滑るね。だからベッドの上にいるの？賢いね。
だいぶ綺麗になってきたね。やれよあ、見てめっちゃ伸びてる。1年でこんだけ伸びるってことすごくないすごいね、うっそ若干、あ、でも減ってるわ。あ、薄くなってるね、うん、伸び具合が特にすごいね。あ、うん、これすごいな1年でこうなるんだ。そりゃずれるわ。すごくいらない。これも楽しそうだな。一生懸命やってるもん。あ、一個多い。お前悪い子だな。返して。返してください。だいたい完成した？始まった。なんか。たまにさ、この色が若干薄いやつと濃いやつあるね。そうだね。本当はモザイク柄にするのがいいのかもしれない。無理だよ、そんなだるいよ。俺のご飯じゃないぞ。何やってんの君たちは。だいぶでもさ、猫ちゃんズに爪尖れるからな。ここで爪研ぎ買ってあげればいいじゃん。そうだな、爪研ぎ買うか。もうボロボロだしな、あれ。よし、あとはちょっとここやりたいよな。喧嘩してんの。はい、ということで今回はコルクマットを敷いてみたっていうことで、な、綺麗になったな。ね。まだちょっと角っことかは割ってないけど、まあいいでしょう。OK。これでまた1年間買えなくて済むからな。1年だったらあんだけ変わるんだね。お掃除だな。お掃除だな、はい、お前は終始楽しそうだな。なんか知らないけど俺らが疲れてる時楽しそうだよなはい、ということで今回はそんな感じで終わりたいと思います。終わりだ、これも。バイバイする？バイバイ。バイバイ。バイバイバイ。